ドラゴン種族の始祖魔術師の作りし結界の穴を見た我が人間種族の始祖魔術師となりキブラック教会を作りすでに200年、我らはここで救いを待つ。宿賃分を稼げないよ。し距離はどのくらいだ。ここから北東におよそ10キロ。200年前に建てられた劇場か。当時の国王も見に来たそうだ。なるほど、いつでも OK です。今夜向かう場所はこれまでとは比べ物にならない危険が伴うだろう。だが必ず見つけるんだ。我々がなすべきことを成し遂げるために無理強いはしない。臆した者は去る。そんな着物背負っていない奴は一人もいませんよ。では出発だ。目指すは神澄んだ劇場。問題はこの最後に残った一切れを誰が手に入れるかよ。三等分じゃダメなんですか。そもそもお前らがいなきゃ三等分とか検討する必要すらない。なんでついてきてる。言ったでしょ、僕はお医様から直接魔術を教えてもらっていつかお医様に頼ってもらえる魔術師になりたいって。少なくとも今は頼るどころか食い縁増えた分確実に迷惑してる。ひどっ。本当はついてきてくれたのが嬉しいくせにまだ素直になれないの。ありったけの素直さで言おう。迷惑だ。大体ね、私がいなかったら食事の面倒誰が見るのよ。どの口が言う。どの口が。この口よ。この口。はあ、元はといえばお前がターフラムから持ってきたありったけの食材を。今日の創作料理には自信があるの。名付けてミラクルシチューよ。期待してなさい。期待ではなく不安が的中して案の定出来上がった液体は、食材を一瞬にして全て台無しにした上、僕らが意識を失っている時間がこれまでの記録を2時間更新するというミラクルは起きましたけどね。
は一気にクライマックスを迎えたわけだ。あとはどちらが死ぬか。決着をつけるぞ。かかってらっしゃい。お星様、あれは聞いてなかったんですか。今の聞いてた。あれだけ大きな悲鳴だものね。だったら普通助けに行くでしょう。マジか。あの星の方向にお前たちの故郷トドカンタ市がある。はい。トドカンタ市を出てからもう3ヶ月にもなるかですかね。お前らと旅していろんなことがあったな。フェンリルの森、タフレム、しかも一門の得にもなってない。で、それがどうかしたんですか。だからたった3ヶ月でこんだけのことがあって、それがどうかしたんですかの一言で済まされちまうような生活から脱却したいんだよ。いいか、俺は平穏が好きなんだ。今はただこの星肉を。人生を歩もうと考えたこと自体がバカだった。悪い道肉は気をも抜くのに。大丈夫ですか。今の技、また魔術師か。だったら頼む、お頭を助けてくれ。エッチェン様がまだ中に。エッチェン、奥に進んだらあの化け物にやられて。で、生き残ったのはあんただけってわけか。
使と悪魔の対の彫像、スウェーデンボリーの天使と悪魔。スウェーデンボリーって、あの世界書を記したスウェーデンボリーですか？そうだな。ドラゴン種族が神々から魔法の秘儀を盗んだって話はしただろう。だが唯一秘儀を盗まれなかった神ってのがいる。それがスウェーデンボリー、万物の覇王だ。自らを唯一人として君臨しようと画策した神殺しの魔王と呼ばれ、キムロックはその存在を禁忌としている。その魔王が従えてたのがあのスウェーデンボリーの天使と悪魔だ。じゃあここはスウェーデンボリーを信仰する場所？どうかな。死んだ男は劇場とか言ってたが、地図に載っていない劇場にスウェーデンボリーの天使と悪魔。おお、あれだ、間違いない。兄さんまずいって、勝手に宿屋出てきちゃったら借金取りばかりじゃなく宿代の取り立てにまで追われるよ。黙れ。いいか、宿にいた連中はあの劇場にある宝を狙っている。そいつを失敬して、借金なの宿代なの耳を揃えて叩き返し殺してやるわ。やめてください。あそこは危険よ。入っても死体になるのがオチね。死体だと？中に入ればあなたたちもああなる。それに中には今オーフェンがいるわよ。何？借金取りだ！行くぞ同心、次なる旅路へ。お宝はいいの？危険な上に借金取りがいる場所へ行ってまで手にする価値のある宝などないわ。借金取りめ、劇場の中で危険な観客どもの拍手で讃え殺されるがいい。ああなれ。なっはっはっは。パチ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 。なんだったんだろう、あの人。何してる、どうちん。お頭を探し出したところで、どうやってここから出るつもり？レキに店員を頼めないの？無理。前に何度かレキに頼み事をしたことあるけど、大体私の意思と外れるのよね。うわあ！あ、死んでる。やっぱりまだあの化け物が。ならなぜ襲ってこない？どうも魔術でシールドされてるみたいだな。多分この劇場のどこかに防御のための魔術文字ウィルドグラフがあるんだ。とすればこの劇場はノルニルの遺跡か。ノルニルってドラゴン種族の一つよね。そう、天神とも言われ、ドラゴンの間でも2番目の勢力を持っていたけど、今は地上から姿を消してる。人間種族を庇護した唯一のドラゴンだ。ノルニルの沈黙魔術ウィルドには何百年もの持続性がある。ここがノルニルの遺跡となると厄介だな。厄介？どうして？ノルニルの遺跡には侵入者を排除するガーディアンの類が設置してある。排除？それってつまり、この中も安全じゃないってことさ。この建物が本当にほっとかれたかどうか怪しいもんだがな。どういうことですか？魔術師同盟が王室に対し遺跡の存在を隠匿したのかもしれない。隠匿？取り壊したと記録して、実は遺跡の中から天神の遺産を持ち帰って調べる。キバの塔でも何年か前にバジリコック砦というところを同じように調査した。そこではイスター島の墓が見つかったらしいが。イスター島？あの世界図塔を建てたノルニルのシスターイスター島ですか？うん、俺は見てないがな。遺産ってどんなものがあるんです？主にノルニルの作った魔術の道具だ。ノルニルにとっては日用品でも、人間にとっちゃ危険極まりないものもある。Sure.
ただけでわかるんですか？いや、だがキリングドールだったら洞窟や相手に一撃で仕留め損なうなんてことはありえないさ。魔術師か。魔術師。
着いたぞ、終点だ。おい、降りたぞ。だから先に行かせてあげるって言ってんの。なんかすごく嫌な予感するから、僕が会っとって。待ってください。フレッティ、マジック早く言ってよ。ちょっと早いって。私にずっと上に一人でいろってのだから。先に降りればよかったんだよ。だったな。この劇場についてどの程度知ってる。神澄田劇場、200年前、有名な戯曲を上演するために建てられた劇場よ。有名な戯曲。魔王。魔王ってことはスウェーデンボリーと関係があるのか。内容までは私も。でも招待された戯曲を見た王は劇場の取り壊しを命じたそうよ。それがなぜ未だに残ってる。遺跡の伝説の類なんてそんなもんよ。随分とあやふやな情報で動くんだな、盗賊に一社。何が言いたいの。言葉の通りだな。何すんだよクリオ。もたもたしてるからよ。あの冷血女と二人にしてたらオーフェンが。無事降りたわよ、オーフェン。お前らを置いて先に進むべきだったな。今は使われていない大陸古号ね。神澄田地下劇場。ここを行くわけ。怖いならそこに残って。マジック、置いてくわよ。はいはい。あの人形、何の目的で俺たちをここへ誘い込みやがった。先に進めば分かることよ。怖いの、魔術師さん。ノルニンの人形とは相性が悪くてな。マジック、いや。
転移させたのか。あなたは求めてきたのだな。何の話だ。あなたは語られし天使と悪魔の真実を求めてきたのではないのか。天使と悪魔の真実。なぜ人間を連れてきた。真実を知るべき者以外の人間は排除する。あいつらをどこにやった。我は放つ。あなたに資格があるかどうか。魔王が決める。魔王。答えが欲しければ来いってことか。
再起を。シャベルドか。物質の崩壊に我が左手にベルトの像を。
劇場が。次から自分の身くらいは自分で守りなさい。俺にとっての天使と悪魔か。あれ、ここどこ？間違いなく哀れな末路をたどると俺に吹き込んでおきながら。劇場にいるって教えただけだったけどな。だが見ただろう、あの女が劇場から借金取りたちを救い出したの。このマスマ・テュリアの刀剣、ボルカン様をたばかりよった。別に騙してないと思うよ。だがあの女の実力は使える。あの借金取りを相手取り、この俺の手足となって働くにふさわしい。こっちが使われるような予感しかないんだけど。見ていろ借金取りめ、次に貴様に巡り合った時、夕日の海岸で叫びながら走り殺してくれるわ。この化け物のせいで散々な目にあったわ。そいつらは劇場に入るために雇った仲間なのか。もっと長い付き合いよ。地図にも載っていないこの劇場のことを知っていた。キムラックの人間か。この場所はね、王室に取り壊しを命じられたキムラック教会が実行したと報告して隠匿したのよ。教会もしばらく静観してたんだけど、私から調査を申し出たの。調査？改めて名乗ろうかな。メッチェン・アミック。改めてね。俺はサルワから聞いた。チャイルドマンの教え子で、牙の塔屈指の若い黒魔術師キリランシェロ。サルワ。お前も死の教師か。サルワはあなたがいずれこの土地に足を踏み入れるだろうと言ってた。魔術師は見つけ次第殺す。それが死の教師の任務。その死の教師が俺をキムラックまで案内してくれるわけか。そういう交換条件だったよな。ええ、あのお嬢ちゃんには助けてもらったようだし、あの子が泣くようなことはしないつもりよ。借りを返すまでは、ね、任務はいいのか。私が仕えているのはラモニロックじゃない。運命の三女神ウィールドシスターズのために生きている。じゃあなんで死の教師なんかやってる。キムラックにいるためにね。オーフェン、お腹減った。お前、ゆうべ最後の肉を食ったのが。そんなのとっくに消化しちゃった。何か食べるもの。何もねえ。何かくれなきゃ。今焼いてる化け物の肉食べるから。じゃあ呼びなよ。私が拠点にしている宿まで行けば食料くらいあるわ。本当？やった。やっぱり少しだけ食べてこうかな。
今こそ魔術師を根絶する絶好の機会かと。その必要はない。いずれ魔術師は滅びる。王国はそれで出る。教会内に造反者がおります。我慢は。ですが放っておけ。聖なる神、聖誕の美しき神、運命の正しき神、主よ聖なる神。そこで見たのは、私は世界に歪みを生み出した魔術の根源である全てのユニットを排除します。あれはただの芝居なのか、それとも。王子様、入ります。あの、まだキムラックへは行かないんですか。遺跡からここまで来るのに3日かかったからな。キムラックまではさらに数日かかる。食料やら水もいるし、準備を整えてから出発する。だったらその間僕に魔術を教えてください。死ぬような奴が実践をやらかしたら、それこそ死ぬんだ、確実に。少なくともそんな気構えのない奴に小手先の技だけ教えたところで何も身につかねえよ。愚行ってのはな、いろいろあるが、要するに取り返しのつかねえことをするってことだ。帰り道もわからないで前へ進む奴をバカと呼ぶ。戦いは生死をかけた殺し合いだ。そして一回死ねば終わり、やり直しはない。その怖さがわからねえってんなら、とっととここから引き返せ。おし様、あと一言、甘く見るな。今日の訓練は以上だ。そう、愚行だな。魔術師がキムラック教会の総本山に潜入するってのは珍しいじゃない。マジックにあんな厳しいこと言うの。んなことないだろう。手遅れになることを考えりゃなんだってマシだ。それに14歳の俺が先生に同じことを言われた時には、転ばされた程度じゃ済まなかった。なことよりお前立ち聞きしてたのか、ずっと。うん、いつもしてるわよ。あ、そうだ、私オーフェンを呼びに来たの。話があるんだって、おじさんが。メンツ、あの魔術師を使って殺させるつもりか、奴を。クォ・ヴァディス・パティルを。そのために連れてきたのだろう。シオ、それも考えの一つではあります。クォには従うことだ。お前も奴の手ほどきを受けた。クォは生徒にいる。わしは、我いるサリドンはここにいる。こんなところにな。その現実だけが事実だ。ならばあなたがサルアを育てたことも事実です。サルアは、クォが危険だと言っています。あの魔術師がそのクォを暗殺できると？彼、キリランシロだけでは不十分かもしれません。クォは10年前、チャイルドマン教師を退けました。シオ、あなたと共に。そして今、クオの近辺には
レイム・オンリーとカーロット・マウセンがいます。あの二人も私たち死の教師の中では最強と言っていい力を持っています。生徒によるサルアと合流できたとしても正直彼らに勝てる自信はありません。彼らのそばに木村君2000人の神官と17万の都市神と加えれば完璧だな。皮肉を言わないでください。それでも私たちは行動すると決めたんです。キムラック教会は信者たちを救おうなどとしていません。教会幹部は皆町にこもり、信者からの寄付を全て自分たちの生活のために使っています。中は富、外は瀕している。この現状を教主様にお伝えし、現在の体制を変えなければ。しかし教主様に会えるのは今はクオだけ。だから教会が排除しようとしている魔術師の力を借りてクオを倒そうと。あの魔術師はチャイルドマンの弟子だそうだな。どなたかな。どなたも何も、あんたが俺を呼んでたって聞いたぜ。ああそうだ、入りたまえ。鍵は開いてるよ。死の教師ってのはガラスの剣を使うもんだと思ってたがな。あれは重いし重心が良くない。サルアくらいだ、ガラスの剣を使うのは。あんたも死の教師だそうだな。メッチェンから聞いたか。正確には元オワだ。役目を果たせなくなったのでな、引退した。役目を果たせなくなった？怪我をしてね。今は聖なる務めを自ら放棄したと追放になっている。教会総本山へは行くな。なことはとっくに覚悟してるさ。賭けでも二心もなしにキムラックの死の教師が手助けしてくれると思うほど俺はお人よしじゃない。たとえ死ぬとしても。どうやって死んだとしても、何のために死んだとしても同じことだろう。50年後に老衰して死んでもさほどの違いはない。その若さで虚無主義かね。違うさ。いつ死ぬのも同じなら、いつだって死には抗ってなきゃならないってことだ。今だってこれほど怖がっている。なのにキムラックに行くなんざ正気の沙汰じゃない。この怖さにあいつが気づいたら戦闘訓練を始めてやってもいいと思ってたが。間に合いそうにないな。メッチェン教師。サルアと連絡は取れた？それがまだ。過去と現在はやがて滅びに至る同定である。それが三女神の約束なのである。万物はその流れに逆らえず、また逆らってはならない。滅びを受け入れ続けている限り、未来はどこまでも続くのである。祈りましょう。聖なるかな、生誕の美しきかな、運命の正しきかな、死の聖なるかな。聖なるかな、生誕の美しきかな、運命の正しきかな、死の聖なるかな。ソリュード教師長、いつもながら素晴らしい説教でした。恐れ入ります。ご兄弟ともども教会に尽くされて尊敬の念に耐えません。いえ、実は弟君にお願いが。うちの息子に剣を教えていただきたいのですが、弟君は剣がお得意と評判です。息子は神官兵になるのが希望でして。弟サルアは忙しいようで、私もこのところ会ってないのです。you
あの人にお金をもらってたじゃない、兄さん。確かにそうだ。だがしかし、俺様は金の亡者ではないので、ダチンはもらっても手伝いはせんのだ。筋が通ってるような、通ってないような。かくなる上は、あの黒ずくめ女をサスペンダーで釣り殺し、もっとダチンをもらうか上策でやろう。うん、それは強盗でしょう。勝てるわけないじゃないか。あの人は魔術師なんだから。お前、魔術師なんて口にするな。ここらの連中はみんな魔術師嫌いなんだからな。あ、俺らも魔術師大嫌い。ドエス、気が済まないって連中が暮らしてるような場所でよ。安心しろなんて言ってないわよ。バカな真似をするなって言ってるの。例えば不必要にビクビクしてわざわざ目立つようなこととか。にしてもこの色ってのはなんか落ち着かねえんだけどな。黒より目立たないでしょ。キムラックでもそれがフォーマルカラーよ。クリオが見たら爆笑だろうな。一つ聞きたいんだけど、なんであの頃連れてこなかったわけ？私が信用できない。信用してないならそもそも俺自身がついてきたりしねえさ。だがちっとでもその危険がある限りはあいつらを連れてくるわけにはいかねえだろ。でも宿にはオレイルがいるわ。彼だってキムラック教徒よ。あの子たちを教会に引き渡さないって文句はない。あのオレイルっておっさんは元市の教師だって言ってたか。そう、私の死だったの。キムラックの暗殺部隊は一体全員で何人いるんだ？今は6人。キムラックに潜入してくる魔術師のスパイはたった6人で迎え撃つってわけよ。あんたらの任務はそれだけじゃないんだろう。異端の教師の抹殺。Thank you.
怖くなった。くだらねえことを考えてたよ。そりゃそうだよな、先生だって何かを失敗することくらいあるんだよな。メッチェン教師、連れの方は？神殿街の手前で荷物を下ろしたら戻るわ。そうですか。ちょっと聞きたいんだけど、サルア教師は戻ってきてるわよね？はい。そう、ありがとう。神殿街の壁ってのは？あの壁だ。あれは学びの壁って呼ばれている。この外輪街と神殿街を隔てている。壁の中へは登録証を持った商人と市の教師しか入れないわ。出ることもね。出ることも？あなたは牙の塔を出てから各地を転々としてたのよね。その間一人でもキムラック市民に会ったことがある？そりゃあるさ。本当にあなたが会ったのはキムラック京都で、キムラックに住んでいたことがあるっていう人はいた？そう言われりゃ確かにないわ。でしょ。そんなに厳重に出入りを管理するのは魔術師の血を入れないためか。ねえ、早まったことはしないでね。教師様。下がりなさい。あなた方の望みが聞けないことは分かっているでしょ。今日こそは聞いていただきたいのです。あなた方には証がありません。証のないものは生徒に入れないのです。ならばその男は何です？彼は生徒へは入りません。ただの荷物運びの手伝いです。そんなの嘘だ。私たちだって生徒へ入りたいのよ。そのためにここまで来たんだ。滅びが来ても生徒の人間だけが助かるって。じゃあ私たちは？ずっとずっとここで待ってるんだぞ。やつを引きずり下ろせ！やめろ！何やってんのよ！クリオ、なんでついてきてんだ？外が見えないんだから。好き勝手にわめかれたらものすごく不安になるじゃない。マジク、あんたも何とか言ってやりなさいよ。お腹すいたよ。一日チョコレート一かけずつだけでガタガタ揺れるし、やることもないし、辛かったよ。ちなみに私はチョコ二かけずつだったわ。そういえば、レキに姿を見えなくしてもらって馬車の後をついていけばよかったんだって気づいた時には切なくなって泣いちゃったりもしたし、その辺よく分かってほしいわね。で、何が言いたいんだ？つまり、喧嘩を売るなら相手になるわよってこと。ちょっと待て！レキ、やっちゃって！逃げろ！我はつなぐ！降臨の鎧！情報ですわね。もし魔術師がいたとしても、とっくに町を出たのでは。彼らは私たち死の教師のことを侮ってはいませんわ。そうでしょう。奴らが町を出たという保証はない。外輪街にはネームオンリーを置いている。心配はないとは思うが。私ずっと退屈していましたの。ですがサルア坊やのことといい、近頃は面白いことがいろいろありますわね。誤解なさらないでね。何もしないとは言っておりませんの。そういうことでしたら私の紙幣を出しますわ。紙幣か。あら、私
私の子供たちと呼ぶのも締まりがありませんし。何人出せる？数名ほどでよいかと。数名？まあいい。その紙幣とやらを使わせ調査してくれ。まったく、出せと言われて持っているものを全部差し出す女がいるとでも思ってるのかしらね。無事でよかった。お前は何が無事でよかっただ。お前に棒切れ投げつけられたのはっきり覚えてんぞ。ああ、いや、てめえがあの暴動に火つけたんだろうが。王子様やめてください。うるさいな。オーフェンたらやめなさいよ。やめろ。何よ。なあクリオ、俺の記憶によればだ、事態を決定的に悪くしたのはお前のせいなんだろうが。何やってんのよ。外が見えないんだから好き勝手にわめかれたらものすごく不安になるじゃない。そういえばレキに姿を見えなくしてもらって馬車の後をついていけばよかったんだって気づいた時には切なくなって泣いちゃったりもしたし、その辺よくわかってほしいわね。で、何が言いたいんだ。つまり喧嘩を売るなら相手になるわよってこと。ちょっと待て。レキ、やっちゃって。なんで私の言葉で怒るのよ。まずは私の話を聞いてください。そうよ、暴動を煽ったのもこの人だけど、助けてくれたのもこのラニオットさんなんだから。助けてくれたんだ。魔術師の俺をだ。仲間だからです。仲間？私も魔術師です。暴動を起こした隙にメッチェン・アミックを捕獲したかったんですがね。メッチェンはどうした？気がついたらいなくなってて。私の方も聞きたいです。なぜあなたが死の教師と一緒にいたんです？あんたこそここで何をしてるんだ？私はここに潜入してるんですよ。スパイってことか。雇い主は？王都の去る方としか言えません。十三使徒の誰かか。まあ王都としてもキムラックの動静が気になるようでね。で、あなた方の雇い主は？俺はフリーだ。ですから。正真正銘のフリーさ。どこからも命令されてない。ただ単に自分の都合でここに来ただけだ。何のために来たんです？死の教師とどこでお知り合いに？それはここに来る前に遺跡の中で知り合ったのよね。最初は盗賊かと思ったけど、キムラックまで案内してくれるって言うから。その通りだ。道案内を頼んだだけだ。そうですか。そういえばあなたのお名前を伺ってなかったですな。こいつらは人呼んでややこしいお荷物と面倒くさいお荷物。ちょっと何それ。この黒いのがスイッチ付き危険物。せめてマジックと私どっちがややこしくてどっちが面倒くさいのかはっきりさせてよ。で、俺が牙の塔のキリランシロだ。大変ですよ。その通り。なんとこの町にはどこにもメロンが売っていないのだ。バカはほっといて。どうやら壁の外で何事かあったらしくて町中大騒ぎなんです。警備兵みたいなのがうろうろしています。それはそれとして、なんでヤシの実なんか買ってきたの？メロンと似てるからだ。
あなた名前なんだっけ。この歴史に残る偉人の名前を忘れて他の余計な知識を溜め込んでも脳にシロアリが住み着くだけだぞ。ちなみに俺様はマスマトゥリアの刀剣ボルカノ・ボルカンであるから、疑惑の中にはめ込み殺されようとも忘れんようにね。ちなみにマスマトゥリアとは大陸南部にある地人族の自治領です。ああ、分かったから。こんなことができようとは。キリランシェルと一緒にいたんでしょう。ならこの程度の魔術見たことあるでしょう。あの借金取りが傷を治すようなことするか。分かったわよ、ポンコン。違う、俺の名前はマスマトゥリア。あん、これも魔術なんですか。このポンカン君に私の疲労を肩代わりしてもらったのよ。で、何が起きたわけ。壁の外のスラム街で暴動のようなことがあったらしいんです。何でも魔術を使った者がいるとか。ただの噂ですが。ふん。どうかしたんですか。来たのね。遥か昔、巨人の大陸にてドラゴン種族が隆盛を極めた。6つの種族はそれぞれ優れた知恵者を送り出し、賢者会議を結成する。彼ら上世界法則システムユグドラシルの解明により魔術の力を獲得する。始祖魔術師アイルマンカンでありし彼ら、始祖にして不死の存在へと変異する。しかしそれにより世界は歪み、神々の化身が現出する。新人種族はドラゴン種族を攻撃し、流星と映画を極めた分野に巨人の大陸もろとも一瞬にして終焉を迎う。ドラゴン種族は消え去る暇大陸へと逃げ込む。そして始祖魔術師が作り上げたアイルマンカー結界により女神の大陸への侵入を阻んだのだった。だが結界のほころびから女神はバジリコックをはじめとする魔獣を次々と送り込む。そしてついに運命の女神の一人ベルザンディが降臨する。だがラグナロクトリでの戦いにおき、天神種族の始祖魔術師オーリオールはベルザンディを結界の外に押し戻すことに成功する。オーリオールは自らの身を賭して結界の穴を塞いだのである。読めたのはここまで。魔王スウェーデン・ボリーが書いた世界書、ここに書かれていることは全て本当なの。この本はオーリオールの使い魔であるイスターシバが召喚した。そして神澄んだ劇場の戯曲もイスターシバが上演させた。レイは何と恐ろしいことを試そうとしているのか。世界を救う者、女神も神々を抹殺しなければならぬ。先生と遺跡の調査に行ったとき、この件は
先日アンダリーが塔に戻ってきてな。それで私も経緯を知ったんだ。キリランシェは、あいつはトトカン島を出る前にすでに気づいていたようだ。また情報が入り次第知らせる。キリランシェはかなわないな、あいつには。いや、アザリーのことだったらあいつが気づかないわけないか。これは陰謀だよ、アザリーの。何がだよ。塔を立った輸送馬車が野党に襲われ、運んでいた天神種族の遺産が強奪された。こういうのはいつも先生とアザリーの仕事だろう。なのに今回に限ってなんで俺たちなんだ。アザリーが何か仕組んでるに決まってるよ。やめろ、アザリーのこと悪く言うのは。お前それまずいんじゃないか。何がだよ。姉貴のこととなるとすぐにムキになる。間抜けな話だよな。年間主席のお前が未だ姉離れできないとは。学内ゴシップに夢中な2位のお前ほどじゃないさ。黙れ、シスカン。アザリーを追ってキムラックへ行くなんて、今だって姉離れできてないじゃないか。でもお前もこれでやっと決着がつけられるのか。にいたの？何を見てたんですか、お星様。空だよ。そのまんまじゃないの。キムラックの空をだよ。ここまで来たんだってな。お前らはどうせ観光くらいに思ってんだろ。違いますよ、うん、僕はお星様を助けようと思ってついてきたんです。私だって同じだから、なんとなくオーフェンを助けなきゃって思って。僕はなんとなくじゃない。何よ、カッコつけちゃって。そういうわけじゃ。マジックのくせに。明日は雨だな。雨とは珍しいですな。珍しいの？ええ、ここではね。でも長雨になりそうよね。降り出すと長いんですよ。で、キムラックの中心に入る手段はあるのか。あります。ならなるべく早く移動したいんだ。長いこと潜伏するのは危険だからでしょ。そうだ、誰かさんのおかげで町に入った早々大騒ぎになって計画がめちゃくちゃになっちまった。そうね、ラニオットが喧嘩を吹っかけてきたせいね。まあそのせいで町には警備兵がうろついてる。ここに調査の手が入るのは時間の問題だ。わかりました、私が案内いたしますよ。あなた方だけでは確実に遭難します。そうだな。ご存知かと思いますが、このキムラック氏はここ外輪街と壁の向こう神殿を望む神殿街とに分けられております。そして食料などを運び入れる商人だけが通行を許可されています。ただその商人も規定された時間以外町に留まることは許されません。なぜそんなに厳重に。理由は簡単です。キムラック教徒の最も嫌うものは何です。魔術師となれば当然ではないですかな。魔術師の素養は遺伝しますから。メッチェンも言っていたが、キムラック氏に住むのは純潔の人間だけ。そうです。ですから真実キムラック教徒と呼べるのは神殿街の住民だけ。キムラック教会があちこちに点在していても一般化されないのはそのせいだ。町の外の教会はあくまで閉ざまってるわけだ。信者なのに。彼らは純潔にこだわるのですよ。魔術師というのは人間種族とドラゴン種族の混血の結果として生じたものですからね。どんなに可愛くても野良猫は飼いたくないってことなの。まあそんなところでしょう。なんで人間の魔術師が誕生したんだっけ。前にお星様が説明したことあったろ。六種のドラゴンのうち最も聡明だったと言われるウィールドドラゴンノルニー。天神種族とも呼ばれた一族は
子孫が残せなかったため人間と交わったんだ。子孫が残せなかったのはなんで？バジリコックの毒だ。女神が使わしたと言われる魔獣、その毒で天神種族は子孫を残す術を失った。絶滅の危機を迎えた天神の首長が人間種族との根血を図ったと言われている。天神の首長？イスター島。世界史を召喚した。メッチェンと会った神澄んだ劇場を作った人でもあるわよね。それで中に侵入できるルートっていうのは具体的に何なんだ？そうなんというからにはかなり危険なのか？ええ、この雨ですと水没していないことを祈りましょうかね。こちらです。お前も宿屋の息子だろうな。お酒の匂い嫌いなんです。僕、馴染みの店です。ご心配いりませんよ。やあジェイク。世間話かね。だったらやめてくれ。奥を使わせてほしいだけですよ。何やった？何でしょうか？どういうつもりなんだ？そこの小僧、昨日の騒ぎの時、教師様といた魔術師じゃねえのか？メッチェン教師様が魔術師と一緒にいるなど、そんなことがあるわけないでしょう。この方は教師様の護衛です。実は、この町に教師様を狙う魔術師が潜伏しているとの情報がありまして、その者が魔術を使ったのかもしれません。本当か、そりゃ。教師様の護衛がそんな若造だと。彼の実力をご覧になれば納得していただけるのでは？あなたならたやすいでしょう。牙の塔のキリランシェロさん。試す気か、俺を。ちったく、教師様もこんな野郎に頼らなくても、この俺が。最後は血と手抜きだったが、これで証明になるのか？これは井戸じゃよ。空井戸ですがね。ここでは水は貴重だ。先代の店主が地下水を引こうと思ってこっそり掘ったものの、水は出んかった。ですが代わりにもっとすごいものを掘り当てたんですな、その人は。さあどうぞ。ここに怪しい奴が来たのを見た者がいる。そいつはどこだ？隠すとためにならんぞ。兵隊たちだ。まずい。では私が先に。おかしめろ。行くわよ。マジか、先に行け。はい。若いの、ラリオットに気を許すな。わしはあいつを信用しとらん。開けろ。つまりこの地下道が神殿街まで続いてるってことか。そういうことです。この地下道の先に神殿街が。行きましょう。ああ、わしはあいつを信用しとらん。
で縄ばしも落としてくれたみたいだな。なんだ、そうだな。と言っても、連中もこの地下の存在を知っているでしょう。急ぎましょうか。ああ。ちょっと、いつまで抱きついてんのよ。ねえねえ、そもそもここって何なのかしら。ああ、そうだな。広さから考えて水道の類ではないな。天神の遺跡なんかは地下にあるものも多いが、それにしちゃ崩壊がひどすぎる。で、つまり王変にもわからないのね。なんかいろいろとご託を並べているけど知らないんでしょ。知らないことは別に恥じゃないのよ。初めから知らないってそう言えばいいのに。いやこしい。あまり大きな音を立てない方がいいですよ。どうして？地下道の瓦礫の隙間に雨水が溜まることがよくあるんですよ。この大雨ですから決壊したりしますと。鉄砲水か。ええ、ご覧の通り誰も整備などしておりませんのでね。大丈夫か。もうしっかりしなさいよね。言ったそばからすみません。見つけていないなら安心した。サルワといい、メッチェンといい、キムラクの連中ってのは立場を偽らにゃなんねえってマニュアルでもあんのか。サルワよりは凝ったつもりでしたがね。てめえらが一枚目じゃねえって様子だから利用させてもらったけどな。キリランシロの名前を出すが絶対に先走ると踏んでいた。どのあたりで気づいておりましたか。俺たちは魔術を使うのにその構成を編まなけりゃなんねえが、こいつは魔術師しか近くできねえ。何のために来たんです。死の教師とどこでお知り合いに。それはあの時俺はとびっきりの攻撃的な構成をてめえに向けて編んでたんだよ。だがてめえは気づいた素振りも見せなかっただろう。まあそんなところでしょうな。私も魔術師に化けられるとは思ってもいなかったんですよ。なんで町の住人のふりなんかしてたんだ。住人に溶け込んで我がキムラック教会への反乱分子を探すためですよ。あなたのおかげで範囲を抱く者をあぶり出し片付けることができました。
私が嘘をついていると知っていても利用しなければならなかった。あなただけの力では生徒へは入れない。始末完了しました。ご苦労様でした。さて次はあなたの番ですね。ガラスの剣名乗っておきましょう。私は死の教師の一人、ネイムオンリー、キムラックを守護する者です。殺すことなど迷いませんよ。さあどうします。
ったそうでして。それほどの相手ということか。おそらく魔術師かと。ですが造園を送ろうにも地下は広く。ネイムに任せておけ。死の教師の中でも奴ほど魔術師に強い者はいない。何より覚悟が違う。こんな地下道に誘い込んで魔術を封じて退路も断って天つさえ人質だ。死の教師のくせに随分と念の言ったことだな。俺一人を殺すのによ。私は現実的なのですよ。どんなに戦闘訓練をしようと一人では素人三人に勝てないのは人間というものの現実です。あなたには実感できないでしょうがね。そういった現実を超越したのがあなた方魔術師という人種です。私たち人間の恐怖がお分かりでしょうか、キリランシロ。そう、あなたの言葉を借りれば、たかがあなた一人を殺すために私は策を弄さなければならなかった。私は命を削ってでも魔術師どもからこの生徒を守る。必ず神のご意志を遂行する。裏切り者のサルガやメッチェンのようにはならない。全てを捧げて死の教師にまでなったのに。
狂った魔術師のスパイや愚かな神官には最終配列を伴われて、私にはそうか、君の暗証、あなたもか、あなたも最終配列を求めてきたのか。なんという損、なんという不条理。しているのか。
て部下が捕捉したようですが、突破されたなら必ずこの聖者にやってくると思われます。魔術師か。はい。剣が折れた。ネットワークが探知した。ガラスの剣が折られた。地下にだ。ネイムです。ネイムオンリー。突破されました。いきなりはぐれて何が何だか分からないうちにそんな大怪我して、しか
心配したら殴られたんじゃ、僕は片っ端から割りが合ってないじゃないですか。お前叫んだらまた鉄砲ミスが。大体王子様、僕のことを半人前って言うならちゃんと守ってください。僕だってあの白い服の連中に取り囲まれてたんですからね。ここに入ってからずっと変なんですよ、王子様は。自信がないみたいにフラフラして、いつもだったらドシンと構えて見る星から全部なぎ倒すでしょ。いや、今までだってんなことした覚えはないから、この程度なら直せないこともないだろうが。直す？どうやって？魔術でだ、決まってるだろうが。星様、なんだよ。クリオが様子がおかしいんですよ。動かないんです。気絶してりゃそりゃ動かねえだろうさ。俺の方がよっぽど重症だろうが。でも王子様とクリオじゃ根本的な材質の強度が違うでしょ。そうとも思えんが、だいたいこいつは前から。こいつ大丈夫ですか？何の話をしてたんだっけか。本当に大丈夫なんですか？ああ、王子様もなんか変ですよ。簡単な傷だ、魔術ですぐに治せる。
この地図はあの酒場から出口までの道筋だけだが、縮尺はそれなりに正確らしい。とするとだな、大雑把に見積もって10キロ以上はありそうだな。何を考えてこんなに掘ったんだ？でも地下って遺跡とか多いですよね。この前の劇場も、それにここも。天神の遺跡は確かに地下が多いけどな。古代の魔術師は元は地下種族だったそうだ。でもここは天神の遺跡じゃない。人間でもないけどな。天神じゃない？天神は通常住処を魔術で防御している。彼女らの沈黙魔術は媒体の魔術文字を無理やり破壊しない限り不滅の効果を持っている。もし天神の遺跡だったらこんなに壊れてるわけがない。地下劇場でもそうだったろう。本格的に破壊するには物質崩壊でも仕掛けなきゃ無理だ。物質崩壊ですか？どうせお前には使いやしないが、覚えとくだけ覚えとけ。魔術構成の究極系その一つだ。ほう。お前には理論的なことは何一つ教えてねえような気もするな。俺の先生であるチャイルドマンは黒魔術によって引き起こされる現象最終的に3つに集約される。物質崩壊、波動停滞、意味消滅だ。聞いての通り、これらは全て何かが消えることを意味している。物質が崩壊すれば波動が流れ、波動が停滞すれば物質は結束する。ドラゴン種族の魔術がそれぞれの種族によって全く異なるのは思考パターンの違いによって生じると考えられている。思考パターンが何によって決定されるものか、実験のしようがないので判明はしていないが、天神遺跡なら1000年以上は経つはずだが、その程度では風化しないのが彼女らの魔術のものすごさだ。でもなんかやっぱり雰囲気とかがこの地下劇場に似てる気がするんですけど。劇場か。大体地下に作るならこんなスペースは必要ねえし、必要なら地上に作ればいいんだよ。無駄もいいところだ。お医様はそれを調べるためにここへ？いや、お前たちには悪いと思っている。え？お前たちは単に俺のやりたいことに巻き込まれただけなんだよ。全く関係ない厄介事にな。正直俺自身なんでこの町に来たのかよく分かってねえんだ。俺は自分の姉貴を追ってここに来た。俺の姉アザリーは確実にこの町に来ている。ユグドラシル神殿に行くだろう。俺はそれを追っている。だが彼女に追いついたところでどうしたいのか俺にはさっぱりわからない。彼女を助けたいのか邪魔をしたいのか。そんなの決まってるじゃないですか。兄弟なんでしょ。お師様、その人と仲良くしたいんですよ。要するに仲良くね。俺は昔から彼女には逆らえなかった。それが結局いない。紙幣が出払った今なら起きた方がいいんじゃないかしら。寝ぼけてるふりは無用よ。あなたのお友達みたいに騙されるつもりはないの。あなたが決して寝ぼけたりしないってよく知ってるわ、カール・ロマウゼ。まるで私の手口の全てを知ってるみたいな口ぶりじゃないねえ、かわいいメッチェ。ち、剣を突きつけるなら喉元とか脇腹にじゃないかしら。いくらあなたが凄腕でも剣で頭蓋骨を貫けるわけじゃあるまいし、反撃したらどうするつもり。そうは思わないわね。あなたが顔に傷をつけられる危険を犯すはずがないの。まあせっかく持って生まれた資質だものね。大切にしないと。聞きたいことは一つだけよ。サルワソリュードはどこにいる？白状するとね、この町に仲間が誰もいなくなって、あなたがオロオロするところが見たかったのよ。
あなたとうとうこの町で一人になったわけ。たった一人でクオに勝てるかしら。この部屋にある武器はこのちっちゃなナイフだけよ。あなたにまだ剣を振る体力が残っているかわからないけど、心もとないわね。逃げるなら今しかないわよ。いつか殺してやる。殺すのならばクオになさいな。カーロット様、グラスを割って指を切ったわ。血で汚れたから染み抜きができる子を連れてきなさい。なんでなんですか、クリオがいなくなるなんて。くそ、足跡だ。マジック、光量を上げてくれ。暗くてよくわからない。はい。向こうにまっすぐ向かってるみたいですね。ああ、追いかけるしかねえな。でもどうしたんだろう。地べたに寝かされて怒ったなら、その場で飛びかかってくるだろうに。何も言わずにどっか行っちゃうなんて、いつもはしないのに。その通り、しないのにだ。それをしたら、あるいはさせられた。いたな。なるほどな。何がですか？なんとなく、こんなこったろうとは思ってたんだけどな。こいつの仕業だったんだ。フェンリルの森を覚えているだろう。うん。あそこでディープドラゴンはフィエナって娘を精神支配して使い魔にしてたよな。それと同じだ。それと同じって、つまりレキの奴がクリオを操ってるみたいだな。これはここ真っ暗だから視線を媒体とする暗黒魔術は使えないんじゃないかと思ってましたけど。嫁でも聞くんだろう。俺はそれよりこの黒い悪魔がクリオの指示もなしに何かできる方が驚きだったけどな。でもなんでこの毛玉そんなことをしてるんです？多分俺らがいつまで経っても直そうとしないもんだから、他に助けてくれるのを探してるんだろう。ガキっぽい考えだが、こいつ赤ん坊だもんな。なんだ、ただまっすぐ歩いてるだけかと思ってたが、目的地でもあんのか？あのドラゴンが助けてくれる人間を探しているんだとしたら、匂いか何かで誰かいるんだって分かっているのかも。でもこれで出口が分かるかも。最悪の出口じゃなけりゃ歓迎会を開こう。何ですかこの匂い。匂いで分かるとはよく言ったもんだな。
島ですか、ここ。どうやら、あそこから全部落とされたらしい。死体をゴミみたいに捨てたりしないと思いますけど。手にしやがった。どうします？登ってみるしかねえみてえだな。なんとかたどり着いたな。こっからが問題ですけどね。バレは飛ぶ。脳の二日が短いだなんて思うもんじゃねえぞ。
手慣れた連中に呪文を受けりゃ出るもんも出なくなるぜ。その尋問の後はあそこの穴から地下道を上か試したくはねえな。監視が来ますよ。あそこはあまりにそう壊れすぎているんです。
でもそれが天神の遺跡じゃない理由にはならないじゃないですか。天神の遺跡をあそこまで破壊するようなとんでもない出来事があったのかも。ほれ、言わなくたって考えりゃわかるもんだろうが。え？正解者はランクアップして神座に行かなくっちゃな。今のが正解だったのか。そうさ、およそ300年前に天神が建造した最大にして最後の砦だそうだ。でかすぎて埋めることはおろか塞ぐことすらできやしね。聖域と人間の仲介を願われて、聖域に最も近い人類領である最接近領の領主となった。ドラゴン種族と人間種族両方の王に仕えた私は、裏切り者を意味するドッペルイクスと呼ばれた。だが魔術師の母であったはずの天神種族ウィールドドラゴンノルニルは突如として魔術師を狩り始めた。対魔術師用のキリングドールを量産し、多くの魔術師が命を落として、魔術師の町タフレムも怪人に帰した。死を存続させるため、天神種族と人間種族の交配を提言したイスターシバは批判を浴び、聖域を追われ、この戦争を終わらせるために私が受けた命は、その毒により
そうです、あなたが私たちを生み出したことが。そんなものは断じて罪ではない。人間の魔術師が生まれなければこの戦争は起きませんでした。そうか、何時までもがそれを我が罪悪と申すか。あなた方はヒエサルヒマ大陸に漂着した私たちの祖先を滅亡から救ってくださった。あなた方は常に理想の主導者でした。私たちはあなた方を愛した、崇拝し心酔したなどに裏切ったなど。あなた自身が私の同胞を、人間の魔術師を殺したのではないですか。聖域の手先となって我々はまさに枝やしにされようとしています。タフレム氏は全壊しました。残ったのはあなたがお盾になった世界図塔だけだ。あの役立たずの塔だけなんですよ。あの塔はそなたたちに必要なのだ。世界書が塔の中に現出するまで数十年はかかろう。神スンダの地下劇場もそなたたちのために用意した。何のことです、何が起こっているのですか。何時らが我らを愛したのと同様、我らも何時らを愛した。故に語れなかった。我らの目的は滅びを止めること。母よ、理解せねばならぬ。何時らこそが我がドラゴン種族に続く7番目第7のユニットなのだから。この大陸には、消え去る暇大陸にはすでに滅びの影が差し込まれている。滅びの影、それをこれより語ろう。真実とは。真実ではない、事実だ。ただ起こったことそれだけだ。我は汝をこの世から消す。あなたが生み出したのです、私を。あなたに滅ぼされるのならば。汝らは滅びぬと言ったであろう。生まれ変わりを信じるのですか。神々に呪われ運命を解かれた我らは神の法則を何一つ信じることなどできぬ。無論天性もだ。汝を生んだ者として我は最高の教育を施したつもりだ。魔術のもと、いかなる分野でも汝を超える者はいない。その汝をこの文字は最小単位まで分解し再構築する。この文字が我の最後の魔術。この文字に触れ、汝の体は消滅し、時間を超え、この大陸のいずこかの地に再生される。やめてください。あなたにそんな大魔術を使うような余力が残っているはずがない。無論、汝はこの文字を避けることもできるだろう。余を通り抜けて、我にとどめを刺すのも容易であろう。汝が無事に再生されたならば、己が死した後も大陸の任せられる者を育てあげよう。君と脅威とせず聖域とも渡り合える、そんな戦士を。さまざまな汝なる未来もない。我は死ぬが永遠に汝らを守る。パウダーフィールドから送り出された永遠の子供。
丈夫？オーフェン。大丈夫だ。本当に？汗びっしょりよ。行くぞ。王子様。そうだ、思い出した。シャドウが砦だった頃の名前。確かラグナロク砦だったかな、ここは。ラグナロク砦。ここは？この穴を上がれば神殿の最下層に出られる。上は10年前にチャイルドマン・パウダーフィールドが侵入した場所。死生の間だ。アザリーはここに用事があるんだろう。まず間違いなく。この姿勢の間で待ち伏せとは思い切ったことをするじゃねえか。貴様の思い切りには負けると思うがね、サルアソリュ。魔術師と結託するとはどういうことなのだ、サル。思い切りは必要ねえな。こっちは私に任せて。クリオ、何をする気だ。この子に頼んであいつらを分子レベルまで消失させようと。ここはまだ地下なんだぞ。そんなことをしたら上の神殿が瓦礫になって生き埋めになるだろうが。日頃の行いがいいからどうにかなるわよ。こんな目に遭ってる時点で日頃の行いが悪いに決まってんだよ。シャルは、この前は泣いて許しを懇願していたように思ったのだがな。さあ、俺は覚えてねえな。片っ端から爪を折られて喉と下に針を刺されたもんでね。にしてもだ、俺としてはあんたがなんで心変わりしたのか知りたいところだね、クオ。毎週欠かさずやっていた最終配列を。最終配列。半年前から急に。サラ。お前が何を言ったか教えてやる。お前はな、こう言ったのだ。メッチェンと共に私を殺して、すべての教義を大陸に公開するよう、教師様に進言するとな。へえ、俺も拷問されてる時は、意外といいこと言うみたいだな。魔術師、いや、生徒以外のすべての人間と対立する今のやり方じゃ、キムラック教会は滅びる。哀れなドラゴン信仰者みたいによ。あんたがあの教師を傀儡にしている以上、あんたさえ排除すれば。さて、俺も面白いことを教えてやるよ、恩体。ここにいるのはな、牙の塔のキリランシェロ。あんたが退けたっていう、あのチャイルドマンパウダーフィールドの生徒だ。とっくに知っている。だからここに来た。あんたのご自慢のピクリートも来るタイミングさえ分かってりゃどうってことだね。呪われた魔術使いと手を結んだお前にはもはや我らが同胞たる資格なし。死ね。キリランシェロ、クオは俺が潰せ。お前はあっちを全員相手しろ。お前ちょっと待てよ。俺は今魔術が。そいつを悟られないよううまくやれ。神官兵はこの町から外に出たことがない。魔術も恐れてる。ねえオフェン、魔術使えないのにどうするの。私も剣持ってきてないし打つ手が何もないんじゃない。このクソアマは。マジか。お前やめろ。崩さない程度にやればいいんでしょ。僕にもできる。我を放つ光の発信。マジか。ウィルドグラフ、ドラゴン
じねえんだ、あの本体には。天神の遺産か。奴は俺がやる。神官兵を叩け。マジ君、ちょっと、なんで返事しないのよ。ちょっと、マジ君。くそ。マジ君、マジ君。僕、わかったんです。僕がなりたいのは、ただの魔術師じゃない。お師様みたいな魔術師になりたいんだって。たーき、こいつらはこいつらで俺の力に、俺を俺として見てくれている。せず刃で傷つけた物質を分解、再構成する。
再構成を命じる精神集中が難しかったために実用には達しなかったが、魔術師が使えば制御可能とは皮肉な話だ。ちなみに刻まれた文字数は1084字。我は初めにして終わりなり、その時のまま。いつでも他の何か。武器としては魅力もない。私も一国手に入れたが、役に立たない収束だったよ。多少は意外だったがね。魔術師以外が使って、我々は当然着目していたよ。解析には時間がかかったがね。ヒムラック教会は運命の三女神信仰だろうが、てっきりドラゴン種族が毛嫌いしてるもんだと思ってたがな。我々もバカではない。有用なものは利用する。どのみちドラゴン種族はドラゴン種族だ。人間には関係ない。そんな話には興味なし。
はこの生徒の守護者だ。まさか生きて帰れると思ってはいまいな。炎よ。オーフェン！
者は死んだ。鋼の後継はあのチャイルドマンの後継者がな。嫌いなんですもの。それでその数人のせいでネイムオンリーは殺され、23人の神官兵を失い、さらに女神の姿を見たであろう侵入者を取り逃がしたと。手強い相手ですよ。久しぶり。全く興味深い発言だ。ではもうここには魔術師はいないのだ。はい。では以後の警備は怠らないように。わかりました。です。なんだ。配役者の一人サルアソリュードがあなたを頼ってくるかもしれません。奴が私を頼ってくるとは思えんがな。それでも奴にとって肉親はあなただけです。彼があなたの前に姿を見せたら。わかっている。お前も逃げた連中を探せ。わかりました。それからクオ、教主様よりお言葉を賜ってきましたの。お前は教主様への拝謁は許されていなかったはずだが。お手紙で指示をいただきましたの。至急教主様の身元へ出頭するようにとのご命令ですわよ、クオバディスパテル。あれ、ドーチンじゃない。どうしたの、こんなところで。こっちが聞きたいですよ、いきなり出てきて。それ
よりニーサンを踏んでるみたいなんですけど。あ、そうだ、レキ、サルアを直して。あ、マジャ、起きてよ。さっきから何か踏んだりしてるの気づいてません？うん、ブメギャって泣いてたからブメギャ虫だと思ってたけど。誰がだ、この不法侵入娘、ドアも開けずに現れて、このボルカのボルカン様を何度も。マジか。ここは、それは何、兄貴？そうよ、ここはどこなの？魔術師の女の人が探してきた場所で、倉庫の管理人小屋だと思うんですけど。いや、そういうことじゃなくて、ここってまだキムロックなんでしょ？神殿はどっちかわかる？あれだけ大きな建物ですから、どこからだって見えますよ。案内して。やめとけ。クオは絶対に待ち構えてる。それにカーロッタってやつが。あの、カーロッタって死の教師だ。なんとかなるわよ、そんなの。この変な箱で戻った方が早いかな。その装置では神殿に転移できないみたいですよ。魔術師の女の人が散々試してましたけど。なんでよ、その僕の首を絞めたって。この顔組女、弟に何をする。やはりこれは原油で化粧し殺すより他あるまい。もううるさい、レキ。この二人をどうかどうかに行っちゃって。あれ、うわなんでこんなところに。暴れてみよう。いいからさっさと歩け。歩けって、僕ら今どこに向かってるんですか？俺の兄貴の家さ。確かにいいお屋敷よね。でもそれだけにここを襲撃して占拠するのは難しいと思うわ。俺の兄貴の家だって言ってんだろうが。入るぞ。兄貴は一応教師長なんだ。牢屋に落っこちてた死体とは違うのね。一応俺も神官なんだけどな。であるのになんと愚か。だがお前はいつだって愚か者だ兄貴。まさか待ち伏せているとはな。君たちが神殿に侵入したという魔術師か？そうです。なぜここに？我々が君たちの訪問を望まないことは知っているはずだ。まだ僕の王子様が神殿の中にいるんです。まだ魔術師が中に。だから助けに行きたいんです。クオ、もう魔術師は脱出したと私に嘘をついた。一体何が起きているというのだ？俺やメッチェンが背くだけの何かが起きているということさ。我の最後の魔術。先生。
私の戦闘技術を全て教え、覚えてみせろ。私を超えられないのならば、私がお前に教える意味は何だ。誰かを止めなければならない時に、その力を持ち合わせていなかった後悔が私にはある。まさか先生は時を超えて。ここあんたの部屋？ええ、そうだ。死の教師になるまではここにいたのさ。悪いわね、ここしか逃げ込むところがなくて。大丈夫か？あなたこそ。カーロッタがあなたは死んだって言ってたわ。彼女はジクローでの尋問には立ち会ったことはないだろうからな。クオの野郎が尋問材料をそう簡単に殺さないってこと知らなかったんだろうよ。あなたたちも無事だったみたいね。無事は無事ですけど。どこへ消えてたのよ。ちょっとやることがあってね。で、なんで合流できたわけ？キリランシェロが地下から神殿に侵入してきたな。このディープドラゴンが地下道を案内したらしい。ひょっとしてだが、ドラゴン種族と利害が一致したのかもしれねえな。利害？奴らにしてみても、自分の目となる者が女神を確認するのは長年の悲願だったはずだ。奴らは何度となく最終配列をした人間を狙ってたはずだ。どういうこと？マクドガルだよ。奴は最終配列を果たした。ディープドラゴンとあと一歩ってところで接触するはずだったが。その最終配列って？もう一度神殿に行けばわかる。来たら報告しろと。それよりもクオが嘘をついた。魔術師がまだ神殿の中にいる可能性がある。取って返して事態を処理しろ。これは神殿長の命令だと思え。それならば教師様も知っておりますわよ。何？いや、それよりカロッタ、貴様が教師様の言葉を賜ったというのか？それ以上ごねるようなら弟を構い立てしているとみなしますわよ、ラボアント教師長。何が起こっているのかはっきりするまで弟は渡せない。仕方ないですわね。死の教師はこの生徒を守護する任務を負ったものだ。それが裏切り、仲間割れ、騙し合い、スパイごっこでもやっているのか。さて、どうかしら。私にはむしろこの生徒の方が。おもちゃの箱庭のように見えますけどね。ここへ武器を取りに来たんですか？丸腰では神殿に行けないからな。これなんか良さそう。なかなか見る目があるじゃねえか。そいつの名はスレイクサースト。そいつとこいつがソリウド家が収集した目玉だよ。こいつには命がない。だが、キリランシロなら知ってるかもな。奴に渡してやってくれ。その役目はお前さんがいいだろう。それを抜く資格があるのはキリランシロだけだ。頼むから、オーフェンのことはオーフェンって呼んでくれない？わかった。その件はどっちもお前さんにやるよ。じゃあ、あんたはどれを使うの？これでしょ。こいつがあれば、クオに負けない。無理ですよ。何がだ？その剣があろうとなかろうと、あの鎧を着た人に勝てるわけがない。だとしても行くしかない。そうね。そんな、むざむざ死にに行くなんて。お前さんたちはここで留守番だ。なんでよ。クオとカーロッタを同時に敵に回して、お前さんらを守ってやる自信はねえからな。守って？バカにしないでください。僕だって魔術師なんだ。だったら俺を倒してみな。サルは。やってやる。ちょっと、マジく。我は花
そのあたりがお前さんとやつの違いの一つさ。Sorry.
傷がない。助けてくれたのか。こんなことができるのは、そうだな、あんたくらいだ。ここは、そうか、地底湖か。我はこの身をもって女神の侵入を食い止めた。女神に首をつかまれながら、キムラック教会ができてから200年、ひょっとしてあんたはずっとそうしていたのか。女神の侵入を食い止める、それは神々から魔術の秘技を盗んだとされ、ドラゴン種族はこのキエサラヒマ大陸に逃げ込んだ。大陸の主となったドラゴン種族たちはその後も神々の放った魔物と戦い続けた。人間種族の祖先はこの大陸に漂着すると同時にその戦闘に巻き込まれた。初等の歴史教科書の序文なんてよく覚えてたわね。あの暗証のテストはみんな文句ばかり言ってたけど、俺はそんなに嫌いじゃなかったんだ。暗証だけはアザリンが手伝ってくれたから。それしかできることがなかったのよね。私はテスト勉強の類が苦手だったし、そういうのはティッシュの守備範囲だったから。ティッシュは先生より厳しかった。しつこかっただけよ。それにちょっとだけ怒りっぽかった。なんでそういう答えになるわけ？なんでって何回も言ったでしょ。でもっと気合い入れて勉強しろよ、キリランジロ。わざわざティッシュが教えてくれてるんだからさ。コミクロンは多分彼女のことが好きだったんだ。でも彼は死んだ。先生も死んだ。私が殺したって言いたいわけ？違う、もう変わったんだってことだ。昔とはもう全部が変わった。そんなことは分かっているわよ。俺が分かってないから言ったんだ。あんたの狙いは何なんだ。ここに何の用事があった？あの女神とやらを見に来ただけか。まさか俺を鍛え直すためにこんなところまで引きずり回したってわけじゃないだろうな。私はこの姿に戻ってから教室のみんなを見た。それで私だけがダメだと思った。鋼の光景を引き継ぐ者の一人として私だけがダメだって。フォルテはあの人の立っていた場所を求めて戦っている。コルゴンはどこにいるのか見つけられなかったけど、彼はきっと先生の強さを受け継いでいたはず。ティッシュ、パーティア、コミクロン、彼らはひょっとしたら先生の願望をそれぞれ体現しているのかもしれない。願望？人を愛することへ、そして人生を終わらせる願望。私は先生の知識を受け継ぐはずだった。でも私は彼の持っていた全てを受け継ぐ前に殺してしまった。あなたは先生の技全てを受け継いだ。あなたは魔術が使えないって言ったわね。それに殺したってどういうこと？話しなさい全部。まったくバカな子よね。そんな状態で私と対決しようなんて無理。忘れてない、彼女は俺が彼女を殺せるスタッパーだってことを。登るのは無理みたいだよ兄さん。お前の計画はいつも中途半端だな。お、向こうにずっと通路が続いているみたいだ。なんかどこかに出られるってことじゃないかな。落っこちたのは運が良かったんだよ多分。うん、兄のおかげであるから感謝を示すのに次に手に入る食料の9割程度を俺様に捧げるといいぞ。とりあえず行こうか。魔術師っていうのは何だと思う？
魔力により固定された空間に自らの理想の事情を起こすこと。先生はね、なんて言ったと思う？神様の茶目っ気だって。じゃあ魔術が使えなくなった俺は神々に見捨てられたのかな。私、無意識なんて言葉は大嫌いなんだけど、時に無意識という言葉に罪をかぶせ利用する人もいるでしょう。でも無意識が意識を上回るなんてことが本当にあるとしたら。何が言いたいんだ？あなたは分裂している。分裂？あなたは自分を殺す構成を編んでいる。自分自身意識せずに、ね、俺が死の教師を殺したことで自己嫌悪をして意識せずに自分を殺していると？違うわ。あなたが自分を許せないのは自分を制御できなかったから。そうでしょう。心当たりがあるんじゃない？俺はスタッパーになれなかったんだ。それはあんたを殺すことだから。何より怖かったのは、先生が俺に白魔術師を倒す訓練をしていたのなら、先生がそう考えていたのなら絶対に姉さんを殺すことになるってことだ。そうならないためには誰も殺してはならない。だが殺してしまったよ。最悪の殺人だった。意味もなく殺すこともなかった相手を一撃で絶命させた。全く自制できずに、完全に自分の意志で、自分の力で。それで私も殺すの？理由は？理由？私を殺す理由は？逃げ道がなくなったから、先に進むしかないから。結局のところ俺はこのために来たんだ。帰るんだアザリ。帰る場所があるんだから。ティッシュが待っている。5年前には戻れなくてもそれに近いものは作れる。無理よ。無理じゃない。無理なのよ。あなたにとってはそれでいいのかもしれない。でもダメなの。私はあなたじゃダメ。チャイルドマンがいなければ私にとってそこは帰る場所じゃないの。彼は死んだんだぞ。そうね。私は私の意志で彼を殺した。だから私が責任を取らなければならない。そうでしょう。死ぬ気なのか？そんなことはさせない。さっき昔とは全てが変わったって言ったわね、キリラン社。また話をそらすつもりか。5年前に近いものなら作れる。無理。結局あなたは心のレベルをキリラン氏を少年時代に戻してしまっているんでしょうね。それを本来の成長したところまで戻すことができなければ、あなたは今のままってことに。この件が全ての始まり。私が後継者を名乗るには彼のことを全て知らなければならない。だからここに来た。スタッパー、チャイルドマンの名声が歴史に登場してこの地から始めようと思った。彼をこの世から消してしまった償いはきっとできると思っている。せめて彼という人間がこの世に存在していたことを無駄にしたくない。行くわよ。この姿勢の間で彼が何を見たのか、それを知るために。あのオリオールとやらが全てを知っていそうだけどな。だがあの腕は何なんだ？あれは差し込まれた滅びの鍵だ。滅びの鍵？そして我らが崇める女神。女神？やはりあれは女神ベルザンティの腕。でも世界初にオーリオールは女神を押し戻したと。一度
キムラック教会の女神信仰だから魔術を滅ぼせばあんたたちの教義なのね。勘違いしてもらっては困るが、我々が越えなければならない壁は貴様らだけだ。過去の過ちから人間種族に出現した魔術師、それだけだ。人形
魔術師だろ。故に我を殺す者を待ち続けているのだ、チャイルドマン・パウダーフィールド。教主様、もう話は良いでしょう。今も我は放つ。
やく見せてやれそうだな。これが俺だ。それはやけくそということか。抜かしてろ。図体ばかり無駄にでかくしやがって。でも釣り合う程度には育てと決定だ。死の教師だかなんだか知らねえが、他にやることねえのか。大概てめえ初めて見た時からなんやら嫌な感じがしたと思ったんだよ。体格から言葉遣いから先生そっくりだ。シャイルドマンか。10年前からあの若者は私の目標となったのだ。10年前てめえは先生を退けたって聞いたけどな。奴は私と戦おうとはしなかった。私が奴を見つけた時、すでに奴はこの姿勢の真似で最終配列を果たしていた。
ってもみてくださいな、クオ。魔術師にディープドラゴン、凄腕の死の教師が二人、私一人では2が勝ちすぎていましたの。仕方ないですわよね。貴様も配役するか。メンちゃん大丈夫。それよりもクオ、付き合っていられませんわ。あなた方は箱庭の中で遊んでなさい。放っておけ。終わりだな。いずれにせ終わる。あれはこの大陸の滅びの鍵だ。あれは死の砂だ。外界から吹き込んでくる死の砂だ。最終配列を受けたならわかるだ。女神はいずれ結界を破り、この世界を滅ぼす。キムラックに住む純粋な人間以外は全て死ぬ。さあ、愚かな若者よ。お前は無力だ。お前だけではない。我々は皆、傀儡にされていたのだ。私の命はここで終わる。だが魔術師の汚れたちも、それを受け入れようとする配役者ども、これで終わりだ。世界を全て元の持ち主へと返上する。それでこの不完全な蛇の中庭が、真っ当な神の園、ユグドラシルへと戻るというのなら。できるもんか。
私以外この剣を使えるのはあんたしかいない。俺はもう姉さんを失うつもりなんてないんだ。大陸を守るために先生は200年の時を超えてきた。あの始祖魔術師のために生涯を捧げたイスター市民はその命を賭して先生を私たちの時代に送り込んだ。私はそれが私たちのためだったように思う。アザリーが犠牲になる必要はないだろう。先生だって自分の生きていた時代を捨てる必要なんてなかった。彼はイスター島の魔術に従う必要もなかった。精神体になったところで女神に対抗できるわけない。オーリオールが力を取り戻している。女神を押し返すには足りなくても加勢すれば。それでもダメだ。もういい、自分でやるわ。自分で自分を変化させることはできないって知っているだろう。ちょっと療養しとった方がいいんじゃねえか。山の向こうにいい温泉もあるって言うし。オレールが心配だから、一度彼を迎えに寄ってまたどこへ行くか考えるわ。配役者として教会から指名手配を受けちまったからな。これからずっと逃亡生活さ。カーロンだよ、お前を死の教師の市長と任命する。かつてない観覧神区の時代を
その任務を提起よ。はじゃあ行くわ。こいつ本当にもらっていいのか。お前以外誰が使うんだ。チャイルドマンパウダーフィールドが10年前オレイルの戦士としての生命を奪った代物だからな。チャイルドマン先生。キリライジ、歴史上超一流と呼んで差し支えない魔術師とは誰だ。お前は。俺は大丈夫だ、自信を持っていい。逃げ腰にならず全力で撃ってこい。行きましょうよ。行くってどこへ。温泉よ温泉。早く出発しないと温泉沸かすの大変よ。はあ、で温泉に着いたら僕に魔術の講義してくださいね。ちゃんとやってくださいよ。覚えなくちゃならないことたくさんあるんでしょ。出し惜しみしないで、お師様が知ってることすべて教えてくださいね。見たか同人、あの借金取り本気でビビってたぞ。遠方からの襲撃によりハンガーで吊るし殺してあげちゃおう作戦。このボルカナ・ボルカン様が今日もまた一つ悪を射抜いたぞ。誰がだ。とりあえず僕はどうしたらいいんでしょう。このろくでなしと縁を切ることだと思うぞ。僕も前からそう思っていたんです。じゃあブギャメムシが復活しないうちに行くわよ。オフェン行きましょう。お師様。なあお前らどこまで一緒に行くんだ。つまりこの旅はいつまで。終わらねえか。ま、所詮ははぐれ旅だ。彼女がいる。そして今度はきっと。